こんにちは、はじめ社長です。皆さん最近あった動画見られましたでしょうか。最近あった動画、それはクレーンゲーム、ゲームセンターにあるクレーンゲーム全台撮ったら何円かかるのかという動画撮らせていただいたんですけれども、まあことごとく20万ぐらいかかってしまいました。大破産なんですけども、20万円近くかけた回もあり、ご覧ください。こちら手に入れた商品です。結構ありますよ。100台近くあったので、かなり商品は多いです。もう多いどころじゃないな、だって全部撮ったんだもん、ゲーセンの。かなり量があるんですけども、本音を言うとですよ、本当に20万の価値があるのかわからない。いやいや、その商品をディスってるわけではないです。ゲーセンのこういうのってさ、何円するんかなっていう、決まった金額があるわけじゃないじゃないですか、クレーンゲームって。100円で取れる人もいれば、中には7000円で取れる人もある。こいつの価値は100円から7000円前後なんですよ。そんなゲームセンターのクレーンゲームで取れる価値のわからないものがこれだけあると、売ったら何円になるのか気になりませんか、皆さん。僕は気になりましたので、ちょっと中には欲しいものとか好きなアニメのとかもめっちゃあるんですけども、そこをグッとこらえて、今日はゲームセンタークレーンゲームで撮ったものを全て売ると何円になるのかやっていきたいと思います。欲しいものだらけだけど気になるやん。20万円相当かけたものを売ると何円になるのか。本来の価値とまではいかないけども、もちろん中古だし、何円分戻ってくるのかちょっとやってみたいと思います。なんか上振れねえかな。限定の超人気グッズとか人気キャラクターので、なんか1万とかいったらマジで最高。というわけで、ちょっと取った景品見ていきたいと思います。何を売るのか説明したい。まずこちら、かなへいさんのうさぎですね。これかなへいさんは人気ですから、そこそこ値段がするのかなとは思いますけど、ぬいぐるみの相場ってわかんないんだよな。どんぐらいなんだろう、2000円とかだけど、まあ中古で売るとしたら200円とかなんかな、わかんない。新品だったら2000円とかだけど、知らんけど、マジで知らん。アーニャ、スパイファミリーのアーニャです。かわいいですね。おもちゃも持ってるし、多分400円高いかな、わかんない、マジ相場わかんない。先生マジ適当に言ってます。100種類のカラーペンですね。ちょっと実用的だな、これ。売れるんかな、そもそも。ちょっと個人的に素敵だなと思って欲しかったんだけどな。100種類もあればそこそこ高いでしょう。1000円ぐらいな気がします。マジ独断と偏見でいくね。おにぎり持った猫ちゃん、申し訳ない、50円です。サンリオのポチャッコの可愛いやつ200円。ちょっと可愛らしいデフォルメされたアーニャ200円。そんなするかな。ちいかわの窓付きの収納ボックスですね。これタオルとか入れれるやつですね。いや結構しっかりしてるから割といきそうだけどな。100円。ちいかわとサンリオのコラボ収納ボックス、これキャラパワーがあるので200円です。スンスン50円。ちいかわこのサイズのはそんなに値段が張らないと思います。100円。これ100円だと思う。50円。個人的にお気に入りでした、なんか犬の狼のやつ、50円です。ミフィのマスコット50円。ちっちゃいシナモン50円。いや10円。わかんない、そんなにこんなちっちゃいのに値が張らないと思うな。このサイズで50円。やばい、全く商品名ないのがある。プリキュアの何かかな、マジでわかんないですけど10円。文房具マスコットのノート5円。モフモフの犬30円。この犬かわいいな、でもちっちゃいのは100円もいかない気がします。30円。この犬も30円とかじゃないかな。ビーバーストのぬいぐるみかわいいけど100円だと思います。ハム太郎の仲間50円。50円ぐらいだと思うな。ヘブンバンズレッドの人キャラもの100円。東京リベンジャーズチフユファンが多いので150円。骨持ってる犬100円。マイメロちゃんのユニコーンの姿200円。一点200円。マジでぬいぐるみの相場が分かんない、売ったことあまりないから。たべっ子動物のワニ10円。カービィかわいいけど中古でしょ、まあ100円ぐらいじゃない。メロンパンナちゃん、アンパンマン系はちょっとね高い気がしますよ。50円。ミツバチニャン、なんか可愛いですね。これも値段張りますよ多分。30円。チェイソーマンマキマンさん、いや欲しかったけど動画のためなら売ります。人気アニメですから、まあ、200円ぐらいとかじゃないかな。スパイファミリーロイドさん、アーニャほどではないかな。100円。売れるんかなこういうの、ちょマジわかんないけど。中華のちっちゃいマスコットみたいなやつ3匹、100円いかない気がするな。3つで50円だと思います。ルイージ、マリオカードのルイージ、いやこれマジ10円。たくさん置いてあったからね、そもそも値段つくんかな。物によっては値段つかない気もしてきたぞ。ちょっとお菓子とかもわかんないな。セブンティーンの缶バッジは適当な値段つけたらファンに怒られそうだな。1200円。すいません、あの缶バッジとしての価値ですからね。50円です。カービィのトミカ、これは人気がありそうだな。まあ300円とかかな。カービィのマスコット100円。そんないかんな、ごめんなさい。50円。アーニャ
これ俺確か取るのに7000円近く、7800円くらいかかってんだよな。いや可愛いけども、箱の外装がクレーンゲームで傷ついたりしてるので300円とかじゃないですか。言ってもちいかわのリュック、うわー可愛いな。1個200円として400円ぐらいいったら嬉しいです。ちいかわ人気だから割と生きる気はしてるんだけどな。このでっかいワンワン可愛いけど50円とかじゃないかな。厳しい世界だと思います。ポムポムポム、でかいな。100円、これな、何これ。リラックマの大きいクッション、ネームバリューもあるので200円。かわいい、マジで普通にかわいいな。お犬さん、まあ100円、長野キャラクターズ、ラインスタンプでよく見るやつですね。100円、でっかいシナモンロールちゃん、このサイズのはなかなか見ないですね。300円ぐらいあったらいいかなと思います。柴犬ワン、秋田犬か、秋田犬ワン。100円はいかない気がします。50円、ブルーなアニマル、うさぎの、なんかめっちゃ綺麗なんだよな。これ個人的に価値がある気がします。200円、すみっこ暮らしのクッション。すみっこ暮らしはもう人気なのでこれはそこそこ。汚っ、なんかめっちゃゴミついてるから、20円になりました。デブの猫、めっちゃ可愛いな。いやでもまあ100円とかじゃないですか。100円、マリオのキノコ、人気ではあるが所詮中古でしょ。まあ100円、クマさん50円、クッション30円、アンパンマン200円。いや待って、お前いけるか。うん、僕はいける。そうか、アンパンマン100円、でっかいクマさん、でかいボーナスで200円、メタルスライムのクッション、かわいい、好きな人は好きそうね。100円、 LINE スタンプでよく見るやつ、100円です。メンダコちゃん大きいので100円、サメさん50円、マイメロタン、このサイズ感かわいいですね。300円、いけるよな。よし、次はフィギュアいきます。フィギュアは俺のイメージだと高い気がするんですよ。景品として取れないのも高かったし、売っててもなんか高いのだとまず5000円ぐらいいくよね。物によってはいい値段する気がします。トラファルガーローのフィギュア、500円、キャロット、ワンピースのキャラクターなんだ、俺は知らないから。300円、ワンダ300円、東京リベンジャーズ地冬、かわいいですね。ファンが多いを見越して、いや行っても400円とかじゃないかな。やばバコってしちゃった。ゴールデンカムイ杉本彩一、マジでわからん。まあ主人公ということで500円、いやそんないかんやろ。300円、スパイファミリー夜さん、これすごいんですよ、皆さんご覧ください。背中がめちゃくちゃエロい、これエロボーナスも加算されて700円です。マイクラエンダードラゴン、子供たちの心に響くことによってこれはまあ600円、ちっちゃいトラファルガーローのフィギュア200円、今までのメジロドーベル、クオリティが高いので500円いったらいいかな。マツカネタンホイザも500円でお願いします。5等分の花嫁中野いつき300円、分からんけど。チェーンソーマンデンジ200円かな。男キャラより女キャラの方が値が張るイメージはある。平岡二郎京香とミリオ、ランキングで見る限り超トップのキャラではなかったんですよね。200とかじゃないですか。リコリスリコイルの明るい方、いやアニメ今終わってるんだよな。200円、なんか軽いし200円。うるせえやつらのラムちゃん、もう昔から人気なのでそこそこいきそうな気がするし、クオリティめっちゃ高いんですよね。これは個人的には言ってほしいな。500円とかあったらいい方かと。青春豚野郎はバニーガル先輩の夢を見ない、えマイ先輩、エロ2500円。のは僕の希望ですけども、おそらく300円とかだと思います。ラムちゃんの和風メイドバージョン、これがもうラスボスだったっすね。ラムちゃんはもうずっと高いイメージがあります。1000円とかいったらマジでいいかなと思います。それなりに時間かけて撮った記憶が。メタルスライムのマグカップ、実用的なので300円ぐらい。すみっこ暮らしのお椀200円かな。やばこれ破れてる、こういうのでちょっと価値が下がりますね。リラックマのマグカップ、これ今の傷ついてたらこれ3円です。マッサージ器具、まあ言っても100円とかな気がしますね。クレーンゲームで撮ったお菓子です。そもそも食品が売れるか分かんないから売れない可能性もあるんですけども、まあ全部合わせて1000円とかじゃないかな。はい、ということで全ての商品車に積み終わりました。 UFO キャッチャーってガシャガシャしてるから中古なんですよ、箱とかも傷ついてるし。割と妥当な金額な気もしてます。俺が予想した全ての合計金額16,618円です。でもね、マジで大体こんなもんだと思うよ。だから16,000円より上だったら素直に嬉しいですし、これより下だったらそれなりに3日間ぐらい落ち込みます。早速売りに行っていきたいと思います。売るお店、静岡鑑定団さんの方に行きました。鑑定団グループっていうその何でも買ってくれるとこなんで、多分買い取ってくれると思います、値段がつけば。ただ0円のものとかもある可能性もあるし、お菓子がそもそも買い取ってくれるかどうかも分かんないので、とりあえず1回持っていきたいと思います。あとはよろしく。いやまだめっちゃあるって。見て見て見て、チェーンソーマンのフィギュア1500円とかだから、デンジ1500円あるか。ワンチャンありますねこれ。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ません、たくさん。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけで査定してもらってます。今ちょっとお話ししたんですけども、やっぱ食品は売れないみたいですね。まあ何やるか分かんないもんね。査定にかかる時間、だいたい1時間ぐらいって言われたので、ちょっと1時間待ちたいと思います。はい、というわけで1時間ほど経過しました。無事に査定が終わったということで、早速行ってみたいと思います。願いすぎ、願いすぎ。4億は欲しい。4億当たるわけがない。お願いします。はい。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ただいまー、お帰りなさいます。ただいまです。査定が終わって帰ってきました。結果から言いましょう。俺すごいかもです。すごい、はい、全部合わせた金額なんとこちら1万7000円でした。おえ、すごくない？すごい。1万6618円って言ってたんですよね。え、すごい。だほぼほぼ誤差みたいなレベルで1万7000円でした。ほぼ合ってた。しかもプラスだから勝ってたってことでしょ。勝ってた勝ってた勝ってた。いくら使ったんでしたっけ。19万近く使ってます。おおよそなんかその売る時の金額かも合ってたのかな、うん、で内訳ちょっと見ていきましょうか。何が違ったんだろうな。確かに何が高かったか気になるな。ウマ娘マチカネタンホイザが500円、メジロドーベルが200円。やっぱりキャラによって値段がかなり変わりますね、うん、ああやっぱあとヒロアカは高いな。フィギュア500円600円とか、えゴールデンカムイ800円だった。うわぁ結構高いな。うるせえやつらのラムちゃんが600円、チェーンソーマンのデンジは200円。まあやっぱ変身後の方がかっこいいみたいなとこなんだろうな。エンダードラゴンが300円、五等分の羽目の中野いつきちゃん200円、リゼロレムワフメイドフィギュア200円。全然価値が分かんないな。可愛いだけとかではないのかもしれんな。一押ししてたあのスパイファミリーのヨルさんのフィギュア500円です。おー、ワンピースのフィギュアワンダが500円、キャロットが400円、東京リベンジャーズのチフユの可愛いやつ500円、トラファルガーローのあの大きいやつ500円、リコリスリコイル200円、マッサージギ300円。え、100色ボールペン200円なんだけど、1本2円。普通に俺が使いたいまであるぞ。アーニャのあのデフォルメされた可愛い人形が200円、ちいかわの窓付き収納ボックス800円です。高い高い、マジ高い。ちいかわのぬいぐるみリュック、うん、500円、高い。2つで1000円です。いや、やっぱちいかわが人気っぽいな、この感じは。シナモンロールのでっかいぬいぐるみが500円、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないマイさん200円です。ドラゴンクエストのマグカップのスライム200円、あのでっかい秋田犬のやつ、うん、500円しました。どこ？意外とね、なんか犬とかのぬいぐるみで高いんだよ。 BE:FIRST のぬいぐるみも300円のやつとか200円のやつとかが。え？チェーンソーマンのマキマさん50円なの？ちょ、回収してきていいですか。長野のクマビッグぬいぐるみってやつが800円です。リラックマのドーム型のクッションが500円。ぬいぐるみはね、結構ね値段しますね、思ったより。あれ、何なんだろう、あの俺たちがさ頑張ってアンニャのちっちゃい箱のやつ7000円以上使ったじゃん俺たちか。はいはいはい、はい、7000近く使ったやつ200円ですね。いや、やっべ、7000円近くめっちゃお金かけたやつが200円になるの心痛ぇ。なんか目立つ金額のはこれぐらいでした。19万円近くかけてクレーンゲームで取った商品全部売ったところ、予想金額1万6618円だったのが1万7000円でした。勝ち！大負けだろ。